ノボモスコフスクの紋章、ノボモスコフスクは、ロシアトゥーラ州の東部にある都市。ソビエト連邦最大級の科学コンビナート、アゾートの建設に伴い1930年に誕生した都市である。1934年、1934年から1961年までの間は、スタリノゴルスクと解消されていたが、1961年に、現在の名に変更された。 人口は2002年国勢調査で134,081万人。2009年の推計で14万7,000人。1939年には7万6,000人。1959年には10万7,000人。1974年には14万3,000人。1989年ソ連国勢調査では14万6,000人だった。ノボモスコフスクの衛星画像、中央に、 シャツコエ湖があり、周囲に市街地が散在する州ートゥーラからは南東へ 55km、首都モスクワからは南へ 220km。ノボモスコフスク地区の行政中心地になっている。中央ロシア高地の中にある町で、標高は 236m。市域内にドンム川の源流がある。また、シャト川をせき止めたダム湖、シャツコエ湖が中心にあり、 工場の水源として活用されている。市の紋章には、シャト川とドン川の源流であることを示す水がめが描かれている。市域内の森林の比率は低いが、市街地には豊かな公園がある。一方で、ソレンジ大末期には、工場や炭鉱の活動に伴う環境破壊が深刻で、トゥラ州南部の他の地域同様に、チェルノブイリ原子力発電所事故に伴う放射能、 汚染も見られた。市街地風景。マルシュルート化が走る子供公園の貯水池科学コンビナート。レスキュー訓練かつてこの地は、ボブリキという村であった。1762年、皇帝エカテリーナ2世と愛人グリゴリー・オルロフの間に、フギの子が生まれ、首都から離れたこの地で育てられた。彼は長じて、ボブリキ村の名にちなんで、アレクセイ・ボーブリンスキーと名乗り、 大貴族、ボーブリンスキー家の子祖となった。ボーブリンスキー家はこの地に邸宅を構え、19世紀末には周囲の工業化を進めた。ソ連時代には、カッタンの採掘の中心地として栄えた。カッタンの豊富な資源を利用するためへ、科学コンビナート建設が進められ、1930年には死の地位を得て、ボブリキシとなった。 1934年には、ヨシフ・スターリンにちなみ、スタリ・ノゴルスクと改名されたが、スターリン没後の1961年に、ノボモスコフスクと改名された。第二次世界大戦では、1941年末に、ドイツ国防軍に占領され、17日後に、パルチザンや赤軍部隊の反抗によって解放されたが、市街地は大きな損害を受けた。 戦後はコンビナートを中心に都市が拡大し、1971年1月14日には、ノボモスコフスク市に対し労働若畑勲章が与えられた。2008年には 20km 東にあるソコリニキ市を合併した。ソコリニキも炭鉱の町として栄え、1958年からは独立した市となっていたが、活端の枯渇と共に衰えていた。 ノボモスコフスク市は中央ロシアの石炭地帯にあり炭鉱と共に大きくなった町だが現在は活炭採掘は衰退し化学工場に産業の主役の座を譲っているその他ドイツやアメリカなどの大手企業が機械工場や日用品工場などを運営しているモスクワからウズロバヤへの鉄道がノボモスコフスク市街地及び周囲の炭鉱や工場を結ぶように通る また、市街地の西方、を、モスクワからボロネジを経て、ロストフナ、ドヌへ向かう M4 幹線道路が通る。市内交通は、路面電車、バス、マルシュルート化が担う。市内には、ドラマ劇場やピオニエル宮殿などの文化施設、オーケストラ、子供鉄道などがある。大学や、企業のスポーツクラブ、例えばサッカーのクラブチームも、盛んに活動を行う。 ソ連時代に成立した市街地には長年宗教施設がなかったが、ソ連崩壊後にいくつかの聖堂や修道院が開設された。周囲の村落や単行庁には古くからの聖堂も存在する。ノボモスコフスクには多くの高等教育機関も存在する。ロシア科学技術大学研究所が代表的なものであり、ロシア教育アカデミー大学の分校もある。 また、化学産業に関する専門的な教育を行う大学もあり、化学工業の職場環境や安全に関する教育、化学兵器の貯蔵や廃棄に関する教育などを行っている。ありがとうございます。